錬金術チャンネルのアルキミスタです。三井住友プラチナプリファードから ANAペイにチャージできる裏技を徹底解説やっていきたいと思います。どうしてもプラチナプリファードから ANAペイチャージというのは100万円修行の対象外になってしまうということで一つの課題だったんですけれども、これに追い打ちをかけるかのようにキャッシュやバンドルカードといったハブ的存在、これが対象外になってしまったということで、現在ねできる方法というのはかなり限られております。そんな中でね、一つの裏技というものを皆さんにご紹介できればと思います。まずはね、やはり一番大きかったのはキャッシュやバンドルカードの封鎖だったと思います。キャッシュはねこのように3月21日に一部他社ウォレットサービスへのチャージを終了することを発表しました。ANAペイに限らずイデアとかバンドルカード B4 さん、ミキシー M などいろんなところが封鎖されてしまったことによってキャッシュはものすごく使いにくい決済となってしまいました。なので現時点でキャッシュを使っている方はほとんどいないのではないかなと思います。でそこでねキャッシュがダメになったことによって注目されるようになったのがこちらでございます。バンドルカードですね。バンドルカードだったらいけるじゃんと。ただこれに対してはリアルカードの発行が必要でした。バンドルカードのバーチャルカード、無料で作れるバーチャルカードだと三井住友から ANA チャージできなかったんですけれども、リアルカードを発行すればリアルカードから ANA ペイにチャージすることは可能だったので、4月の頭かなり注目されていたんですけれども、こちらもですね利用停止が発表されてしまいまして、4月24日、もうキャッシュがダメになったこの1ヶ月後にバンドルカードもダメになってしまったんで、もうねプラチナプリファードカードがね非常に使いづらくなってしまいました。じゃあ別にねこんな間に挟まなくてもプラチナプリファードから ANA に直接チャージすればいいじゃんっていう意見もあると思うんですけれども、ここにも落とし穴がございまして、なんで他社プリカにチャージを返すかっていうと、このANAペイのチャージというのが三井住友プラチナプリファードから行うと100万円修行の対象外になってしまいます。で対象外になってしまうとどうなるかっていうと、最大の特徴でありました100万円ごとに1万ポイントもらえるっていう、こういったね特典を対象外になってしまうので、このねうまみがなくなってしまうと。で元々の基礎還元率っていうのはプラチナプリファードだと 1% でした。ただこういった100万円の利用ごとに 1% 還元分のポイントがもらえるので 2% 還元になりますよと、実質 2% 還元の高還元クレカですよっていう謳い文句で、いろんな方がね使っていたわけなんですけれども、 ANAペイにチャージするとただの 1% 還元のクレジットカードになってしまうんで、じゃあね楽天カードとかそういったのでいいじゃんってなってしまうんですよね。で他にもね、例えば三井住友カードの積み立て投資なんかも対象外になっておりますので、このね修行っていうのが難しかったのに対して、キャッシュでしたりとかバンドルカードのハブ的要因のクレカに一旦チャージをしておくことで、実質ここから ANAペイにチャージをすればちょっと迂回することにはなってしまうんですけれども、集計対象になりつつ ANAペイにチャージができて、さらに還元率をね 0.5% 上げて 2.5% にできるっていうポイ活裏技があったんですけれども、これがダメになってしまいましたと。でさらに問題なのがこちらでございまして、三井住友積立投資ですね、これが今までだと無条件で 5% 還元になっていたのが、今後はですねこの買い物でいくら使われたかっていうのが対象の条件になってしまいますので、300万円使っていないと 1% 還元しか受けることができませんと。で最低でも300万円使って 2% 還元になりますよと。500万円はね、さすがにちょっと難しいと思うので、まあ、今回ね、300万円利用したっていう風に仮定するんですけれども、まあ、結局のところ500万円使ったところで、これ、400万円までしか 1% 還元分のポイントというのは付与されませんので、じゃあね、別に300万円でいいじゃんってなったとしても、じゃあね、実際に300万円をただの買い物で使い切ることはできますかって聞かれると、ものすごく難しいと思うんですよ。全部の、例えば家賃だったりとか、光熱費とか、携帯代とか、そういった支払いを全てまとめたとしても、難しいんじゃないかなと。日常生活で300万円をね、使うっていうのは、正直厳しいんじゃないかなっていうことで、やっぱこういったね、ANAペイへのチャージとか、そういったのがね、結構重宝されていたんですけれども、まあね、三井住友プラチナプリファード、まあ、例えばね、SBI でこんな解約食らっちゃったりとか、で、他社決済サービスもこんな風にね、まあ、どんどんダメになってしまったということで、まあ今ね、非常に使いづらいクレカにはなってしまったんですけれども、まあね、こういったバンドルカードとかを使わなくても他社クレカ、他社決済ですね、ANA Pay などの、まあ、チャージができるっていう技が実は1個だけまだ残っていますので、今回はね、それをご紹介していきたいと思います。サムネでね、若干ネタバレがね、あるんですけれども、答えはね、こちらでございますと。オリーブからレボリュートにチャージをするっていう技でございます。まあ、ちょっとね、一部隠しているんですけど、これ私のね、決済端末からのスクリーンショットなんですけれども、上がね、三井住友銀行の画面でございます。レボリュートから2000円チャージされましたよっていう履歴ですね。で、下がレボリュートの画面でございました。発行銀行を見ると、住友三井なんで、三井住友銀行からの引き落としになっているということがわかりますので、実はね、このプラチナプリファードっていうのは、レボリュートにチャージをすることもできますと。ただですね、一つ問題がありまして、レボリュートにチャージをするっていうのは、クレジットカードからチャージをしてしまうと、このように 1.7% の入金手数料というのが取られてしまいますと。だから 2% 還元のクレカであっても 1.7% も手数料取られちゃうと 0.3% 分しかお得にならないよねっていうことで、ここはね、今までね、非常に大きな壁、障壁として立ち塞がっていたんですけれども、まあ実はね、このレボリュートってビザデビットカードの入金は手数料無料なんですよ。だからオリーブのプラチナプリファードでデビット機能を使ってしまえば、まあ、このようにですね、レボリュートに入金手数料無料でチャージをすることができるということが今回分かりました。ただ、今までもこういった発想をされた方とか、あとは試してみた方もいると思うんですけれども、なんで今までこの方法が注目されていなかったのかっていうと、実はこのデビットカードのチャージは入金手数料無料ですよっていうのが発表された時にすでにオリーブはあったんですけれども、ただオリーブのデビットモードからチャージをしても弾かれてしまっていたんですよ。今までチャージができなかったんですけど、なんかしれっとですね、この今年の4月あたりにチャージができるようになっていたんですよ。で、私もね、その情報を入手して試してみたら、このようにね、手数料無料でチャージができていましたので、まあ、こんな風にですね、オリーブのプラチナプリファードからレボリュートにね、デビットモードでチャージをするっていう方法を使えば、入金手数料を払うことなく、レボリュートにチャージができると。いや、ただですね、レボリュートにチャージできても、ANAペイにチャージできないと意味ないですよと。他社決済からね、チャージできるんですかっていうところもね、疑問に持つ方いると思いますが、ご安心ください。これもバッチリ試しております。ANAペイに、レボリュートからね、チャージを試してみたところ、まあ、このようにですね、1000円ちゃんとさっ引かれて、ANAペイにチャージができておりました。まあ、これはちょっと前にね、確か4月の頭か3月の終わりぐらいに確かめてみたんですけれども、まあ、これもね、成功事例がすでに手元にございますので、ちゃんとですね、このように、プリファードからレボリュートをハブ代わりに使いまして、そこから ANAペイにチャージをすれば、まあ、実質ね、この修行しつつ ANA Pay へのチャージっていうのを迂回しながらね、チャージができますので、実質ね、プラチナプリファードから ANA Pay のチャージっていうのがレボリュートを介すると、できるようになりますということで、今回ね、裏技としてご紹介させていただきました。ただね、クレジットモードでチャージしてしまうと、このように 1.7% の手数料を取られてしまうので、ちゃんとね、オリーブのデビット機能を使ってチャージをしてください。なので、通常のプラチナプリファードだと、この技使うことができません。できなくはないんですけれども、還元率がね、ぐっと下がってしまうので、あまりおすすめいたしません。じゃあね、そんな方に、例えば、オリーブを使ってなくて、通常の三井住友プラチナプリファードを使っている方は、じゃあどうすればいいのかって、ちょっとね、内心を持った方もいると思いますので、ちょっと希望的観測にはなってしまうんですけれども、こんなのができるんじゃないかっていうのを最後にご紹介させていただきます。それがこちらです。実は3月末ぐらいの報道で、kyashは5月時点で一部クレジット、デビットでチャージ手数料撤廃を発表する特定ブランドが対象になるよというね、こういった報道記事があるんですよ。で、まだね、5月今動画撮ってんのが12日なんで、まだ発表はされていないんですけれども、もしもこれでね、例えば、三井住友のプラチナプリファードでしたりとか、あと私期待してんのがkyashですね。kyashへのチャージなんかが手数料撤廃の対象になったら、これでかいなと思ってます。実を言うと、kyashね、このように、先ほどね、ちらって見せたんですけれども、一部他社ウォレットサービスへのチャージを終了することとなりましたって言ってる、この対象サービスの中ですね。ここの中身よく見ると、レボリュートがないんですよ。プリペイドカードのレボリュートはここからなぜか外されてると。で、私も気になったのでチャージをしてみたんですけれども、kyashからね、レボリュートにチャージをすると、なんとポイントもらえるんですよね。チャージできるだけでなく、ポイントももらえてしまうということで、いや、これ結構ありがたいですよね。なので、kyashからレボリュートにチャージっていうのが、もしも手数料撤廃になったら、今後ね、この三井住友プラチナプリファードを、通常のやつを使っていた方は、kyashにチャージして、レボリュートにチャージして、ANA Pay にチャージするっていう、ちょっとまどろっこしいんですけれども、これをやることによって、実質 0.2% 還元を上乗せしつつ、三井住友から ANA Pay にチャージができるようになりますので、合計 2.7% 還元を実現することができるようになりますということで、もしもね、このkyashが、手数料撤廃されるかわかりませんけれども、現時点でレボリュートが一部手数料撤廃をね、発表するっていうのは事前情報としてね、すでに錬金術チャンネルで仕入れておりますので、こういったね、情報がさらにね、飛び込んできましたら、また動画を撮りたいと思います。はい、じゃあということで、おさらいしますと、最近ね、三井住友プラチナプリファード、かなり追い込まれてると、サムネでね、ネタバレはね、このようにしていたんですけれども、レボリュートをね、通せば ANA Pay にチャージができるんですけれども、ただ、kyashだったりとか、バンドルカードっていうのは、ANA Pay にね、チャージができなくなってしまいましたと。じゃあ、直接チャージをするとどうなるかっていうと、100万円修行の対象外になってしまいますという課題がございました。ね、こういった三井住友のプラチナプリファードっていうのは、100万円ごとにね、1% 還元分のポイントが付与されますので、通常還元の 1% に加えて、特典の 1% 還元を含めると実質 2% 還元のクレカになりますよっていうところだったんですけれども、ANA Pay に直接チャージをしてしまうと、ただのね、1% 還元のクレジットカードになってしまって、楽天カードとかね、そこいらと変わらなくなってしまいますので、ここがネックでしたと。で、さらに、お買い物っていうのが SBI 証券のクレカ積み立てで条件となっておりますので、年間ね、300万円以上の利用っていうのはせめて目指したい。ってなると、やはりね、ANA Pay のチャージっていうのは必要不可欠になりますよねと。じゃあどうすればいいかっていうと、オリーブのプラチナプリファードからデビットモードに切り替えてチャージをすると。そうすることによって手数料が無料になりますと。で、ANAペイにもチャージができるということが分かっておりますので、レボリュートを間に挟むことで修行しつつ ANAペイにチャージをすることができますよということを、この動画でお伝えさせていただきました。ということで、この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録を押して他の動画も見ていただけると嬉しいです。動画概要欄に Twitter、TikTok、Instagram の URL を貼っております。こちらもね、興味のある方はぜひ見ていただけると嬉しいです。Twitter ではね、レボリュートでこういったチャージルートを開拓できましたっていう情報とかを実は提供しております。動画にする前にすでに Twitter に投稿しておりますので、こういった情報ね、もっと早めに欲しいなっていう方はね、錬金術チャンネルのチャンネル登録、YouTube のチャンネル登録のみでなく、Twitter のフォローも合わせていただけるとよりね、情報が早く正確に、入手できるのではないかと思われます。TikTok ではね、YouTube ショートで公開している動画を投稿しております。Instagram は完全ね、趣味アカウントになっております。株主優待とね、飯テロ写真と仮面ライダーぐらいしか上げておりません。いやー、動画がね、なかなか投稿する気になれません。5月病です。どうしよう。今日もさ、もうなんとか重い腰を上げて、なんとか頑張って動画を撮っているんですけれども、来週が結構課題になっておりまして、来週ね、同日で予定入ってるんですよ。動画ね、なんか平日にできれば撮っておく必要があるかなって思うんだけど、やっぱりやる気になれない。だからちょっとね、リハビリがてら、ちょっといろいろね、頑張っていければと思います。このままね、動画を出さないとどうなるかっていうと、YouTube のアルゴリズム上、総再生時間っていうのが減ってしまって、で、総再生時間が減ったチャンネルって、YouTube の AI におすすめされにくくなるんですよ。あなたへのおすすめとかに乗りにくくなるから、これちょっとね、裏話なんですけれども、動画を上げなくなると、どんどんチャンネル登録者数とか再生回数が減るんで、やっぱね、YouTuber というのは、もうね、車輪を回すハムスターかのようにね、もうずっとね、もう循環させないといけないんですよ。動画をね、循環させる必要があるんで、実はね、休みっていうのが少ないんですよ。だから逆に、チャンネル休止しますとか、活動休止なんかを発表しちゃうと、復帰したところで再生数が得にくいっていう、こういったジレンマというのがあるんで、やっぱね、ちょっと、ところどころね、休みつつも頑張んないといけないっていうところでね、ちょっとそろそろ本当に復帰しねえとやべえなっていうのを、ところどころ感じております。もしかしたらサブチャンネルとかを作ってね、無理くりやる気を増幅させるとかね、そんな力技とかに出るかも、知れませんが、またね、サブちゃんちょっと作ろうかなって今、検討もしておりますので、もしも作る機会がありましたらね、この動画で、この最後のね、業務連絡のところでしか正直言うつもりはない。あとはツイッターかな。ツイッターあたりでね、言うつもりしかないんですけれども、サブチャンネルを作ったらぜひ登録してくれると嬉しいです。はい、ということで、作るかはまだわかりませんけどね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。バイバイ。